6月15日、2021年の今日はアプリゲームゴジラバトルラインが全世界同時配信された日です。東方特撮映画の怪獣兵器たちを操作して相手プレイヤーを倒していく3分間の PVP 形式が基本で、毎月シーズンが切り替わるごとに新しいユニットたちが仲間入り、当初40前後しかいなかったバトルピースの数は今や67となり、 PVP 以外のプレイ要素も実装されたりと、この2年間で僕たちプレイヤーを取り巻く環境はかなり変わってきました。僕も現役で遊び続けているゴジラバトルラインは3周年目の今年も進化し続けることでしょう。